来の体制と帝国の現状とに鑑み、上の措置をもって。这是由日本裕仁天皇本人宣读的投降诏书。1945年8月的那个清晨，它回荡在日本原子弹烟雾尚未完全消散的天空里。有理由相信，这是石井四郎生命中最黑暗的日子。一直坚信日本能征服全世界的他，无论如何也无法接受日本会战败这一事实。而在日本细菌战的大本营哈尔滨的平房，此刻已经是一副世界末日的景象。是日本陆军大本营下达了关于销毁731部队100部队的罪证的这么一个命令，要毁灭罪证，毁灭银证物证以后，然后撤退。当时建押大约406人，反满抗日分子中国人完全被杀死。その時にこの中庭にですね、死体をこう積みましてですね、そして連れをガソリンで、焼いて、そして骨などをカマスに詰めて、ハルビンの町を流れる消火口に運んだ、何回も往復して運んだ、コシさんという方が、まあ、長野県に住んでおられたんですが、この運転手さんが手記を書いています。で、非常に生々しくその状況を書いてますし。杀死了囚犯，炸毁了建筑，消灭了一切证据。石井四郎带领他的部下们匆匆逃离，他们乘火车离开平房，又乘船绕道朝鲜釜山，最后在日本本土登陆。在当时战败的大撤退中，731部队是优先被确保撤回日本的。面对一片焦土的日本，石井四郎知道属于他的一切已经过去。在日本金色的一个神社里，731部队就地解散。但在解散的时候，石井四郎又做了另外一件对他和天皇来说都十分重要的事情。でその時に隊を解散する時に石井四郎はこの秘密は墓場まで持ってけと、戦後公職についてはいけない、仲間同士にもでも連絡を取ってはいけないというふうに命令をして解散させます。戦後はその公の職業に就くなと命令されていたこともあったり、それからそのこのことが一切表に出なくて裁判で裁かれなかったんで、このことを明らかにすると自分たちもその罪に問われるんじゃないか、裁判にかけられるんじゃないか、ひいてはそのかつての上司にですね、でそのいろんな迷惑をかけるんじゃないか、自分の家族たちにも迷惑がかかるんじゃないかというんで、ひたすらその隠してきた。石井四郎解散了部队，销毁了有关细菌战的材料，自己隐姓埋名回到家里，随后报上登出了讣告，宣布石井四郎已经战死。他的亲属还请来和尚为他举行了一个葬礼。在经过了这一系列善后处理后，石井四郎以为731部队和他本人就从此在世上消失了。但人算不如天算，在仓促的撤离中，有散乱的731成员成了苏联人的俘虏。ところがですね、平壤に8月にですね、そこから撤退した時にちょうど出張してて人たちがいるんですね、数人。この人たちが逃げ遅れてさらに捕まっちゃうわけです。でこれがの重要な一人が細菌製造部の部長をやってた川島清という人なんですね。それからその下で働いてた細菌製造班の班長の唐沢富夫という人、
この二人がですね、ソ連に捕まっちゃうんですね。そしてモスクワでですね、ソ連で激しい尋問、厳しい尋問に遭います。で、46年の秋、だいたい9月頃だと思いますけど、秋に、とうとう自白しちゃうんですね。そして3000人の中国人を兵法で殺したと。苏联人被他们从这些俘虏口中听来的事情惊呆了，他们不敢相信世界上竟会发生这样的事情。他们派人到哈尔滨来调查，结果发现一切居然是真实的。于是他们向美国人通报了他们的调查结果。这个时候东京审判已经开始，美国也对传说中的731部队开始了他们的调查。他们很快找到了石井四郎，但头两次调查均没有结果，石井四郎成功地骗过了美国人。でそれを調べるためにニュートムソンっていうのをやってきます。で1回目のこのレポートはですね、人体実験のことは全く書いてないんです。っていうのはその調査された部隊員たちが全部口を合わせましてね、人体実験をやらなかったことにしようという、一切言わないことにしようということで黙ってたんですね。このためにこの出てこないわけです、この2回のレポートはね。但是苏联人的调查结果令美国人吃了一惊，苏联人向单独占领日本的美国人提出的要求更令他们警惕。苏联人要求得到日本细菌战的资料，要求把日本天皇和石井四郎作为战犯